ブルイビート、こんにちは。どうブルイ、デイニ、こんにちは、なのぜ。今回はウクライナ語の挨拶を解説してくれるのよね。そうなのぜ。前回の動画、パート0、をご覧いただいてない方は、ぜひそちらを先に見ていただければ嬉しいです。今回はウクライナ語の挨拶を解説するが、文法的な詳しい解説はまだ視聴者の方々にとっては難しいと思いますので、とりあえず、挨拶はこういう言い方があるのか、といった軽い感じでご覧いただければ幸いです。ちなみに R の音はひらがなで、L の音はカタカナで表記するのぜ。ドブルホランク。おはようございます。ドブルイデーニ。こんにちは。ヴィターユ。こんにちは、おめでとう。友達同士は砕けた表現で。プリヴィット。やあ、こんにちは。ドブルイヴェチェル。こんばんは。На добра ніч. おやすみ。До побачення. さようなら。До зустрічі. また、会うときまで。パパ。またね。Як ся маєш? どう、元気。Як справи? 仕事の、調子はどうだい? Чудово. すごく良いよ。Добре.いいよ。ノルマリの。普通だよ。ネポハの。悪くはないかな。タクソビ。まあまあです。ポハの。悪いです。アウテベ。で、君はどう?ジャックユ。ありがとう。ウィバチテ。ごめんなさい。Як вас звати? あなたの名前は何ですか? Мене звати? 私の名前は、です。Дуже приємно. はじめまして。Раді вас бачити. あなたに会えて嬉しいです。男性が主語の時。Рада вас бачити. あなたに会えて嬉しいです。女性が主語の時。Яка ваша професія? あなたの職業は何ですか? Я японець. 私は日本人です。主語が男性の場合。Я японка. 私は日本人です。主語が女性の場合。ウクライナの挨拶表現はたくさんあるが、今回はまず簡単なものを解説したのぜ。今度、ウクライナ人に会ったり、SNS で知り合ったら早速使ってみるわね。それでは、最後に最近ウクライナで挨拶になった表現を、解説して今回の動画を終わろうと思うのぜ。スラーヴァ・ウクライニ。ウクライナに栄光あれ、と呼びかけると。ヘロヤム・スラーヴァ。英雄たち、勇敢に戦う兵士たち、に栄光あれ、と答えるのぜ。それでは皆様、ドボバーチェンニャ。さようなら。スラーヴァ、ウクライニ、ウクライナに栄光あれ。